はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回なんですが、本日実装されましたこちらのアリーナ超応援ピックアップガシャ、こちらの解説と見せかけて引いていきますね。これはもう引かざるを得ない、僕はもう引かざるを得ないガシャでございます。というのもね、はい、こちらこれですね、スノーホワ、ウィングガンダムスノーホワイトプレリュード、こちらが今回もまた含まれております。で、ちょっと前に復刻があって引いて、まあ爆死したんですけどもね、初登場時も22連引いて爆死という、スノーホワに非常に嫌われているというかね、恵まれていない感じなんですが、スノーホワはもう取らないとやっていけなくもないけど、やっていけませんね。うん、2020年ナンバーワン期待なんじゃないでしょうか。おそらくあとね、2ヶ月、もう2ヶ月ですか。今年も早いですね。ね、残すところ2ヶ月ですが、このスノーホワが最強期待っていうのは揺るがないんじゃないですかね。はい。ということで、今回もまた狙っていこうと思います。ではちょろっとね、見ていきましょうか。11連でピックアップ限定機体1体確定。これは嬉しい。前回の復刻の時はね、ピックアップ限定機体が確定ってわけではなかった。星4は確定だったけどもね、僕は確かブレイブだよねブレイブ指揮官用試験機を当てた、あれが確かスノーホワのガシャじゃなかったかな。で、2回目もう1回チャレンジして、フミナ、あれですよね、正確には覚えていないんですけど、あのガシャが確かスノーホワだったような気がします。ということで、情報修正されておりますね、ガシャの内容が。で、16体の期間限定機体が再登場。選べる星4ガシャチケットなどが手に入る引き換え券のおまけ付き。選べる星4ガシャチケットの対象は詳細から確認できます。ということで、詳細見ていきましょう。はい、ということで、スノーホワで、クアンタムバーストで、インジャプロトゼロ、これも欲しいね。で、シャーゲル、エルス、サラ、これも欲しい。ナイチン、フェネクス、テンキラ、マグナム、パーフェクトパック、これも持っておりません。で、ユニコーン、これも持っておりません。ドルギセーフ、これも持っておりません。ダブルオスカイ、HWS、これも持っておりません。ユーラベン、これも持っておりません。で、持っていない機体が最後に、ね、5連続できた感じですね。はい。で、こちら選べる星4ガシャチケットで交換できるラインナップ一覧、これはね、さっきちらっと確認しましたが、前回の選べる星4チケットと全く変わっていなかった感じですね。うん、はい。なのでスノーホワも含まれておりませんですね、おそらく。再確認しておりますが、うん、ここにスノーホワイトプレリュードが書いていないと、ない感じですね。ああ、でも、あれか、ムシャーレックスとか復活闇将軍、若ザクト、ここが追加されたのかな。前はこれがなかったですよね、おそらく。はい。なので、まあ、通常機体が3機体追加されたといった感じでございます。で、引き換え所、そしてリポイントで、スクラッチですね。はい。で、同時開催中キャンペーン、星4確率超絶アップ来ました。超アップの上の超絶アップ、つまり 15% ですね。で、リポイント2倍ですね。いいですね、これも。で、スクラッチ開催中と。はい、では提供割合見ていきましょう。はい、ということで、グレード4 15%、 まあ最高確率ですね、星4ので。まあ、ただで、ピックアップのみというわけではなく、 0.037% でいろんな星4機体が含まれてはおりますがね、ピックアップが全部 0.5% といった感じですね。うんね、黒字がピックアップというわけではないです。黒字はエース必殺がついている機体というだけであって、ピックアップは別ですね。はい、0.5%、 スノーホワも 0.5% でございます。はい。で、僕がね、今回
欲しいのは、まあもちろん一番はスノフォアなんですが、当たって嬉しい機体はというと、まあ通常機体は除いてね、まあムシャレックスとかも欲しいんですけども、それを除くと、まあスノフォア、で、トールギセーフ、で、プロトゼロ、で、ユーラベンもですね。はい。で、ダブルオスカイ 1WS、で、モビルドールサラ、あとは、まあ、G セルフパーフェクトパック、で、クアンタムバースト、まあ、インジャもね、持っておりましても、星6なんですけども、エース必殺がないので、まあ、当たってもいいかな。なので、まあ、インジャ。で、今回ね、あと、注意しないといけないのが、パッと見たところ、覚醒バンシーが入っておりません。うん、覚醒バンシーが入っていないので、覚醒バンシーのエースを手に入れることはできないといったガシャでございます。で、そこが若干、僕にとったらね、残念なところなんですが、で、このユニコーンガンダムかな？このユニコーンガンダムが、4周年の限定のユニコーンですかね。違う？いや、そうですよね。なので、このユニコーンガンダム。で、あとは、以上ですね。なので、10機体来てくれたら、まあ、当たりといった。で、まあ、特に当たりは、スノーフォアの 0.5% なんですけども。なので、まあ、5% かな。0.5×10 の 5% が、まあ、通常枠で来てくれたら嬉しいといった感じですね。まあ、あとは通常機体で、そのアレックスとか、あの辺のね、新しい武者系が来てくれたら嬉しいといった感じですね。なので、まあ、高い確率ではあります。はい。で、確定枠が今回は 6.25%。6.25% 高いですね。なので、これも、まあ、同じように、×10。ということは、まあ、62%、62.5% で欲しい機体が来るはずだ。ね。はい。なので、まあ、前回よりも確実に高いですね。高確率でございます。で、スノファー 6.25%。欲しい。当たって欲しい。はい。では行きましょうか。それではね、早速引いていこうと思います。直近のガシャではね、こちらを単発で引いたんですが、なんとね、2連でケルディムガンダムが降臨するという神引きを披露いたしました。ということで、今ガシャ運来てるんじゃないかなって思っております。なので今回、こちら引けるんじゃないかなと安易に考えております。まあ、あっちはね、単発なので、今回も単発で引いた方がいいのかもしれないんですけども、まあ、11連で確定枠があるので、今回は11連で引いていこうと思います。とりあえずね、今回は11連1回のみ。22連目はもうちょっとね、考えさせてください。ね、今回の具合を見てどうするか。ね、ちょうど今ダイヤもね、199という1足りないので、まあ、かき集めることはできるんですけどね、まだイベントやっていないので。はい、というわけで、ね、とりあえず今回は11連1回引いて、まあ、一呼吸置こうかとね、全集中の一呼吸ね、置きます。はい。それではね、まあ、これは、もう非常にお得な会社です。うん、15% で、ね、もろもろの限定機体、強機体が含まれているので、まあ、でも持っている機体がね、多いっていう方は、まあ、スルーで、来週の水曜日に控えるね、新機体のガシャを待った方がいいじゃないですかね。ただもう、スノーフォア持っていない人はもう狙っていくべきと思います。はい、スノーフォアはちょっともう、超人権機体なので。で、あとは、インジャですかね。この、スノーフォアとインジャの2機体を持っていない人は、このガチャ引いていくべきかなと僕は思います。この2体以外はまあ、超人権というわけではないかな。人権レベルではあってもね。うん。まあ、スノーフォア、インジャが超人権レベル。特にスノーフォアといった感じですかね。はい。それではね、行きましょうか。
今日のね、懸念ポイントとしましては、鼻が詰まっている。その一点ですね。それ以外は、ガシャンも来ていると思っております。この鼻が詰まっていることがちょっと、どう転ぶか。逆にね、いい方にね、転んでくれたら嬉しいんですけど。で、前回、まあ、単発ではあるんですが、ね、ロックオンストラトスのね、狙いずぜっていう、このセリフで弾けたので、まあ、11点。まあ、単発でこそ狙い撃てるという感じではあるんですが、今回は狙い撃つぜで行こうかな。11連で狙い撃っていこうと思います。それでは準備はよろしいでしょうか、自分ね。では行こうと思います。はい、運命の瞬間、今回のガシャでブレイブの悪夢を払拭する。では行きます。僕もスノファ難民から脱出したい、その気持ちを胸に弾いていこうと思います。ではお願いします。いきます。狙い撃つぜ。さあタッチ、星オーバーではないんだ。星オーバーだけど星オーバーではないという。さあどうなるか、狙い撃つことが果たしてできるか。では行きます。ポチ。さあ星4複数体お願いします。よっしゃ来た。これはいいやつだ、これはいいやつなはず。海、あ、もう一回押さないといけないのね。僕これ初めてかな。他のね方の動画はこの画面見ているんですけども、このワンモア僕は初めてかもしれないね。それぐらいここ最近までね、あまり報われておりませんでした。なのでここでね、波を変えようとね、海だけに波を変える、ガシャウの波を変える。まあすでに変わっているかもしれない。ではいきます。スノファお願いします。ワンモアレディーゴー。さあ来ました。何体来るか。1体でもスノファが来てくれたらもうバンマザイ。どうだどうだ、渋い、色が違う、色が違う。最後、最後、あれはあれはプロトゼロかな、なんか誰かの動画で見た誰かの動画で見た。いや、あれスノホア、いやスノホアはもうちょっと翼のね、羽の感じがある。あれはプロトっぽいけど、どうだ違うかな。まあ、とりあえずね、ピックアップ限定機体確定枠ですね。多分持っていないやつと思うんだけどな、見覚えがあんまりない。うん、ではゾロスタート。で他に星42体来てましたね。まあいらんやつかもしれません。なんか言ったよね、ダハックっぽいのが来ておりましたが、どうでしょう。ガンダムマーク2エウゴ、ゴック、キュリオス、ランチャーストライクガンダム、そろそろかな。いらんやつ。ゴッドガンダムね、もうすでにハイパーを持っているのでね、もうこいつ星6だしね、いらんね、いらない。あー、とりあえずここはハズレでした。でもう一体、もう一体ダハックダハックみたいなやつ、ダハックは持っていないのでダハックが来てほしい。百式、そしてウィングガンダム、そしてよしよし、ダハックゲット。やった、ダハック正解ね。ダハックっぽいと思ったらダハックでしたね。やった、初ダハック、嬉しい。こいつはね、ワンチャン使えそうな能力を持っております。はい、ということで、まあ、最低限、ここでもうすでに最低限は果たしましたね。ブレイブよりははるかにマシ。では残り見ていきましょう。ではいきます。はい、トーラス、そろそろ
あれ？これ？ G セルフパーフェクトパック。あれ？こいつだっけ？あれ？あれ全然あのプロトでもスノーフォアでもなかった。これで終わり？あら、あらら、予想外。いや、まあまあ嬉しい方の期待ではあってよかったんですが、あれ、あのシルエットってパーフェクトパックなんだ。なるほど、全然見当違いでしたね。はい、終わりかなね。トラクターピーマンとフォトントルピード。はい、なるほど。そうかそうか、あれはパーフェクトパックのシルエットなんだね。いやー、勘違いしておりました。まあうんまあ嬉しいんだけど、嬉しい方ではあるんだけど、飛び抜けて嬉しいというわけではないね。いやー、来なかったか。いや、ここどうでしょうね、この流れ。いい流れなら、もう22連目もう行くかってなるんですけど、これ行くべきかな、分けるべきかな、全集中の一呼吸を置くべきか、どうか。置きましょうかね、とりあえず。いやー、でも結局引くからな結局引くからね。ダイヤ1取ってきましょうか。ダイヤ1取ってきて、もうスノフォアガシャの時はもうね、ダイヤを使い果たす意気込みでね、やっていかないとダメかなと思います。はい、それではダイヤの方ちょっとね、取ってこようかなと思います。はい、というわけでダイヤ2確保してまいりました。レードボックスを開けてダイヤ2個ゲットできた感じでございます。はい、それではね、続いて22連目いきたいと思います。はい、まあパーフェクトパック、もうよくよく考えたらね、かなり強い機体なので、まあ嬉しい、嬉しいです狙いがね、スノーフォアっていうのがあるので、ちょっとね陰りがありますが、ではもう最低限は確保できた。ではまあ今回もまた狙い撃っていきましょうか。一応狙い撃てましたよね。ダハックも手に入れることができましたし、はい、なので今度こそお願いします。もっとね、あのピックアップの限定機体がもう 2,3 体とかね、出てほしいね。はい、それではそういう結果を願って再チャレンジしていこうと思います。ではお願いします。いきます、狙い撃つぜ、ポチ。さあ、ダイヤ1になりました。さあどうだ。おお、今度は星オーバー、星オーバーの方が果たしていいのか。お願いします。よし、暗転。さあ、ドキドキしますね。さあどうだ、複数お願い。あー、渋いな、渋いな、渋いな。おお、あ、でもこれエルスやんあれエルスでしょう、完全に2体ともエルスでしょう。いやー、そんなことある。いや、あれエルスだよね。見覚えがある。2体ともエルスか。そりゃちょっときついな。エルス、星、6なんだよな。いやー、狙い撃てなかったか。一呼吸、全集中の一呼吸置くべきだったか。まあ、どっちにしても引くことは変わらなかったからな。止まれませんでした。すいません。いや、今回もスノーフォアは手に入れることができませんでしたね。はい、というわけで今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。でね、行きたいところなんですけども、見ていきましょうか。はい、メタス、マグアナック、連続ゾロアット、ゾロランチャーストライク、陸戦型ジム、
ソードストライク連続、今回2ペアが多いですね。2ペアが多いな。最後のやつも2ペアだったよな。ね、全く同じシルエットでしたよね。次もまあタンクもらえましたけど、いや同じやつはいらないんだよな2回。ずっとね、そうそう、何ヶ月、2ヶ月前か、それまではずっとエルスを追い求めていてね、エルスが出るだけで市場の喜びだったんですけども8月にもう手に入れているのでね、星6にしているのでね、いやこれはハズレでしたね。残念、残念無念。スノホは来ないか、そんなに来ないか。いやー無念でございます。タンクゲット。はい、というわけでピックアップ限定機体2体引くことはできましたが、共にエルスクアンタ所持済み星6、僕的には爆死といった感じでしたね。ということで今回は G セルフパーフェクトパックを育成していくという結果になりました。使っていきましょうかね。エース必殺手に入れることができたのでね、期待は持っております。はい、次か、次スノホはいつかな、12月かな、雪のシーズンにね、そろそろ選べる星4チケットに入ってくるんじゃないですかね。うん、その時またね狙っていこうと思います。はい、いやー来なかったかダブーダブーはいらない、ダブーはいらなかった。あ、そうかそうか、スクラッチね、スクラッチ行きましょうか。あ、そしてリポイントもね、2倍溜まったの、これ溜まっているの、よくわかんない。リポイント、あ、18か、あ、なるほどね、今回18獲得で今計37ポイントゲットしているという感じですね。はい、スクラッチいきます。さあ、万能設計図3個取っていきましょう。ダブだったので1、2、ここいきましょうか。ではいきます。ほい、どうかな。外れ、まあ悪くはないか。では次ここ行きます。はい、SRB30、まあいいかな。はい、ということでこんな結果でございました。はい、それではね、今回もまたこいつを手に入れることはできませんでした。スノーフォア難民継続中でございます。いやー、そしてダイヤも1になり、来週の新機体ガシャは引くとしても単発になりますね。はい、まあ最近は単発の方がいいかもしれないね。僕は実は単発心なのかもしれないので、はい、ということで、まあ今回の動画はこれで以上となります。まあね、この結果を見てね、引くかどうかの判断材料にねしていただけたらなと思います。それでは今回の動画は以上となります。あとは、そうね、あの選べる星4ガシャチケットを取るか、解放コードを取るか、今回どっちにしようかな、ちょっと悩もうかなと思います。はい、だんだんね、あの選べる星4チケットもね、選ぶ機体が少なくなってきているので、解放コードの方がいいかもしれない。はい、では以上となります。いかがだったでしょうか。よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。